世界の中心で、愛を叫ぶ。世界の中心で、愛を叫ぶ。世界の中心で、愛を叫ぶは、日本の小説家、片山京一の青春恋愛小説である。小学館より2001年4月に刊行。通称、聖火中。2004年以降、漫画家、映画家、テレビドラマ家、ラジオドラマ家、舞台化されている。2001年初版刊行。 初版8000部と発売当初はさほど話題にならなかったが、小学館の新入社員だった営業マンの目に留まり、彼が売り込んだことから一部の書店販売員らの手書きのポップ広告と口コミにより徐々に話題になっていった。2002年に女優の柴崎公が雑誌ダビンチに投稿した書評のコメント、泣きながら一気に読みました。私もこれから こんな恋愛をしてみたいなって思いましたが、書籍の帯に採用され、話題となった。2003年に100万部を突破。2004年東宝にて映画化。映画版も大ヒットし、相乗効果で映画公開後300万部突破。大ベストセラーに、世界中と略され、流行語にもなり、世界中ブームとして社会現象になった。その後テレビドラマ化。 2005年に舞台化された。小学館では、これまで文芸書のヒット作が少なかったが、本作や、同じ恋愛路線の、今、愛に行きますなどのベストセラーで、出版社のイメージを変えた。2006年に、小学館文庫から文庫版も発売された。2014年には、小学館ジュニア文庫からイラスト付きで発売された。オーストラリアに向かう旅の途中。 作太郎は死んだ恋人秋のことを思い出していた。ある地方都市、中学校でたまたま同じクラスになった作太郎と秋は高校生になり、互いに恋に落ちていく。だが出会って3年目、秋は白血病にかかり、日ごとに衰弱していった。作太郎は入院中の秋が行けなかった、修学旅行のオーストラリアに秋を連れてくために走る。そして二人は出発する。 舞台の地方都市がどこかについて、作中では、明確には触れられていないが、小池、石王、国母、城山などの地名が登場するほか、真珠の養殖が盛んであるなど、片山の故郷である、愛犬宇和島市の特徴が随所に描かれている。また原作で、コーヒーがまずいと名指しされてしまった、第一章七喫茶店が、大名庭園そばに実在し、作の自宅は、 私立図書館に併設している洋館、宇和島私立歴史資料館と見られると設定されている。しかし原作に登場する動物園の描写は、かつて松山市の道後温泉の近くにあった愛媛県立道後物園、昭和62年に一点のものであったり、廃墟となった遊園地のある無人島、夢島に類似する場所のモデルとされる場所が明らかでなかったり、 クライマックスに登場する空港について、用者は、宇和島市から松山空港に至る道程に近いがオーストラリアへの直行便は、過去になく、片山が九州大学在学時から住む現住地である、福岡市の福岡空港あたりを想定したものと考えられるなど、舞台の地方都市は、片山に、ゆかりのある複数の町にまつわる情景や構想を、適にミックスさせていると考えられる。 映画は原作とは物語の提示手法が異なり、現代を生きる作太郎が10年以上昔の高校時代を改装している姿から描かれている。成人した作太郎が過去に執着している姿が描かれるが原作にはない。また映画、ドラマとも宇和島市内ではロケを行っていない。タイトルは編集者の助言によるもので、もともと作者は イズル・ソクラテスという題名を考えていた英訳版では、この題が活かされている、口述。ハーラン・エリスンの SF 小説、世界の中心で愛を叫んだ獣、ザ・ビスト・ザ・ト・シャテット・ラブ・アット・ザ・ハート・オブ・ザ・ワールド1969年、や、同作のタイトルを参考にした、アンノ・ヒデアキ監督の SF アメ、新世紀エヴァンゲリオンの最終話サブタイトル、 世界の中心で愛を叫んだ獣、1996年から引用された可能性が指摘されている。原作を女性の解釈で世界観を壊さずに描いている。2004年5月東方形にて公開。主演は大沢孝夫と柴崎港。興行収入85億円、観客動員数620万人を記録し、この年の実写映画ナンバー1になった。 興業収入85億円も主位。主題歌の瞳を閉じても大ヒットした。長沢まさみの出世作として知られる。映画版では、大人になってからの作太郎の視点から物語が描かれ、故郷を旅しながら過去と現在を行き来するストーリーに改変されている。リツコは台風が接近していた引っ越し準備中のある日、 ダンボールの中から一本のカセットテープを見つける。家電店でカセットウォークマンを購入し、そのテープを聞くと聞き覚えのある少女の声が流れて、リツコは街の喧騒の中を立ち止まり思わず涙を流す。一方、サクはリツコがいなくなった途中に伝えるが、台風のニュース映像にリツコの姿が映ったことから、彼女が高松にいることを知ったサクは、 彼の故郷である高松へと向かう。その中で、高校時代の恋人、秋の思い出が蘇る。長沢まさみが、史上最年少で、日本アカデミー賞最優秀女演女優賞を獲得。作品そのものについての目立った評論はなかったが、この作品が遺作となった名カメラマンシノダ・ボルの、撮影、種田洋平の美術、雪下田監督の演出など、各スタッフの技量は、 企業家筋からも高く評価されている。2004年7月2日から9月10日まで毎週金曜日22時から22時54分に TBS 系の金曜ドラマ枠で放送された。主演は山田孝之。2004年9月17日にはその後の物語を描いたオリジナル特別編を放送。映画版同様。 大人になった主人公を重ね合わせたドラマ版独自のストーリー展開をしている。2005年8月5日から9月4日にかけて、セ田ガヤパブリックシアターをはじめとする全国7カ所で公演を行った。東京 FM で2004年5月に放送されたラジオドラマを CD に収録し、ブックレットにシナリオ、イメージ写真を収めた構成となっている。 2005年制作の韓国映画。日本では2006年8月に、松竹、東急系にて公開。配給は、ワーナー・ブラザース。映画版の世界の中心で、愛を叫ぶの、韓国版リメイクという形をとっているため、出てくるエピソード等も映画版をなぞっている。ただし、ストーリー展開自体は、原作の形を踏襲しているため、 映画版での藤村律子に相当する役はほとんど活躍しない。また、いくつかの設定が韓国風に置き換えられている、例、すほの祖父の職。なお、このタイトルは放題であり、現代は、ハロー注意報、英語題は、マイガールアイ、パラングラブである。ちなみに、エンドロールの際に流れる、瞳を閉じて、の韓国語バージョンは、 日本公開版にのみ採用されたものである。2016年8月中国にて公開。主演は、王后と、蝶都市。主要登場人物の3名以外の登場人物や、物語の提示方法については、各派生作品ごとに比較的自由に改変されている。映画版では、高校生の作と秋がウォークマンで、交換日記を行う設定が、 効果的利用されたが、原作ではウォークマンそのものが登場せず、すでに CD プレイヤーの時代設定、中学時代にノートで交換日記を行っている。作の祖父は原作では元政治家でマンション住まい。祖父との対話は原作において重要な構成であり、ここでの作は多弁である。映像版では物語のモチーフに関わる重要なセリフの多くが秋や十造。 原作には登場しない、写真撮影の下りもないらのセリフに振り返られている。商業的に大成功した作品にかかわらず、公式な批評が十分なされていない作品の一つである。プロットの通属性が取り上げられることが多い。白血病の少女をめぐる、喪失と再生の物語である点、アボリジニの死生観や散骨など、タイトルのセカチューと自己中。 流行ことの類似から世相を批評するなど、年配者には、白血病の少女の物語は1970年代に流行した山口桃江の赤いシリーズを連想させ、散骨やアボリジニの死生観は20世紀末から21世紀、初頭の流行を想起させることなど、また、高校生が修作として書いたもののようで、日本人全体はガキとして振る舞うことを良しとしている。 時代の風潮を勾有したものだとするものなど、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。